地元を離れ上京し、そろそろ一年が経とうとしている。駅には通勤、通学、観光などいろいろなお客様がいる。私たちの仕事は安全、そして安心してそのお出かけができるようにする見守り役。慣れない地理で目的地へのご案内に焦ってしまうこともある。でも、ありがとうのお客様の一言が何よりの活力だ。朝、電車に乗っていったお客様が夕方帰ってくるとホッとする。お帰りなさい、と心の中で伝えている。そういえば、お父さんとお母さん、どうしてるのかな。今は忙しくて帰れないけど、そのうち会いに行くよ。その時はあの声で、お帰りなさいを聞きたいな。